ゴールキーパー後藤、ディフェンダー松田、石尾、庄司、渡辺、ボランチには大橋と藤村、そして右に本塚、左ホドルフォ、ツートップは瀬沼と今日は庭に代わって杉浦が入っています。先発2人入れ替わりの金沢、ベンチメンバーご覧の通りです。そして一方の大宮、こちらが先発4人入れ替わってきています。ゴールキーパー笠原、ディフェンダー真渡、山越、山田、そして渡部、アンカーの位置小島、そして2列目右から小野、佐藤、三門、尾長、ワントップには今日はハスキッチに代わって岩と入っています。ベンチメンバーご覧の通り、追いついてライン際、しかし大宮奪う。この辺が、ね、大宮前節から、ね、大きく変わった一つのところで、はい、まあ、シンプルに裏狙いながら、さあ入って、うん、今の左足、うん、これは力のあるシュートでしたが枠を捉えることができませんでした。で起点作って、これセカンドボール拾った後なんですけど、はい、まあ、こういう風に高い位置で奪って、ね、シュートまでつなげるっていう攻撃のパターンが大宮は、ね、狙いとしているところの一つなんで、今のフリーキックも早いスタートから、ね、さあ今度は金沢、瀬沼、ノーホイッスル、杉浦康平からホドルフォー、左足、やっ、バー直撃、ホドルフォーのシュートはクロスバー。そしてこちらは24分のホドルフのシュート、左足、惜しくもクロスバー、うん、サイドバックの渡辺選手のパスカットからなんですけど、まあ、そこで少しセルメ選手時間作ってね、自分が蹴れる場所があったんでセルメ選手思い切って踏み込みましたね、うん、さあそしてここもセルメ、あとハンドだ、ハンドの判定、この浮かして、ね、切り返したことによって、まあ、ボールが、ね、手の位置に行きましたので、はい、山田選手も思わずこれは肘が、ね、少し出てますよね。そして今シーズン瀬沼はペナルティーキック得点1、まだ失敗はありません。この辺のデータも入ってるでしょうか ね、はい、金沢先制、瀬沼の PK でまずカナダは1点を挙げました。まあ、データに合ったようなコースでしょうかね、毎回同じようなコースに蹴ってるのか、コース的にはね、キーパー届かないかなと思って抜けましてね、同じような場所に蹴ってるのでボールをこう動かしていくっていうところはよく悪かったなかったんですけど、サイドですね、起点が少しできた時に孤立してしまったのがね。松田陸から、さあ瀬沼に渡るエリアの中、振り向いて、これは枠の右、数的を作りながらボールを保持できるようにっていうところで、まあ、コンパクトにするっていうことがね、お互いに大事であるよっていうシーンだと思いますけど、さあ渡辺大輝からホドルフォー、ホドルフォー一旦下げて、左足、もう外か、笠原なんとかこのシュート防ぎました。笠原選手としては非常に難しいボールでしたけど、よく反応して触りましたよね。佐藤が奪います。さあ大宮反撃、右サイドから、いやしかしここは進撃許しません。ホドルフォ上がっていく、仕掛けてホドルフォ左足、左一本まだあるか、エリアの中、ノーホイッスル、先ほどのここで、ね、奪い返しも良かったですからね、はい、クロスだったと思う。また、マザリ選手にクロスを下げましたね。ロングスロー、ゴール前転がって松田の前だ、最後はヘディング、黒川は枠を捉えることができず、ロングスローからの攻撃の起点で、まあ、チャンスメイクで、ここをうまく板選手がね、収めることができればもっとチャンスになるかもしれないし、ただこぼれたボールにしっかり反応してますんで、まあ、これは狙いの一つですよね。ここでスクランブル作れば何かしらチャンスが起こる。黒川選手も大外から入ってきているので、マークはもう外せている状態。小長のロングスロー、低いボール弾道投げ込んでパスキッチ落とす、山田回たりから、最後黒川のヘディング、強いボールでしたが枠を捉えることはできず、いやここ何としても取りたいですよね。変化つけてきた、変化をつけて真渡りが上げる、面白いボールだが、これは直接ラインを割って、ここで試合終了。
第17節金沢対大宮の試合、1対0金沢、8試合ぶりの勝利となりました。今瀬沼の表情も映ってましたけれども、どうでしょうね、なんかほっとしたっていうような ね、まあ、お互いにね本当に勝ち点3が欲しいゲームでしたからね。そうですよね、はい、